後々修羅場だったんだなと知った知人の結婚式。新郎と新婦は、新郎が経営するお店のお客さんで、新婦からの猛烈アピールで結婚。お店といっても、趣味系の小さなお店で、常連さんがかなりの頻度で立ち寄り、和気あいあいと談話しちゃうようなお店。もともとは、新婦は、その店の常連である新婦会社同僚男に勧められて、その趣味を始めた。新郎は、店を構えるために、多少の借金もあり、さらに、ちょっと体が不自由ということと、新婦との年の差のこともあり、最初は、新婦からのアプローチを断っていた。店の常連となりつつあった新婦が、同じ区常連の私たち夫婦に相談をしてきて応援をすることに。ほどなくカップルとなり結婚することに、ここまでが前置き。新婦は、新郎の人となりを見抜いて結婚を決めたので、新郎が、質素ながらもきちんと挙式しようというのを、借金があるしもったいないから写真だけで済ませようとしていたところ、新婦に店を紹介した同僚男が、私たち常連に相談を持ちかけてきて、うちらが主催して披露パーティーだけでも挙げさせてあげようとの話をしてきた。この案には私たち常連も大賛成。新郎、新婦に打診するととても喜んでくれた。で、結局はレストランウェディング的な感じで、貸別荘的な場所を見つけて、ケータリングサービスなども頼んで、それらの打ち合わせを自分から率先して同僚男が行っていた。もともと自分がキューピッド役みたいなもんだから。と豪語していた同僚男で、予約の手はずや司会進行などなど、いろいろな結婚式に参加したことがある私たちからしても、かなり綿密に手際よく行っていたので、安心してサポートしていた。結婚式当日に現地に出向くまでは、全く問題なかったのだが、当日約束の時間になっても同僚男が来ない。電話してもつながらないし、メールを何通送ってもダメ。予約していた場所は自分たちの住んでる市から1時間以だったので、仲間内の一人がバイクを飛ばして同僚宅に行ってみると、なんとアパートはもぬけの殻だった。レンタルスペースの会社に連絡をすると、きちんとお金は振り込まれているし、ケータリング会社も指定の時間にやってきた。中心的人物が不在のまま仕方がないということで式は開始。一部事情を知っている店の常連組だけは焦ってるが、式は予定通り進む。と、そこに花屋のホウがフラワーギフトを届けにやってきた。差出人はなんと同僚男。豪華な花束にメッセージカードが添えられていた。サプライズかということで、事態を知らない司会者が、ここで花束が届きました。メッセージを読ませてもらいますね。と、メッセージカードを読もうとしたが、言葉が詰まって黙っている。ざわざわし始める参加者。個人的なお話が書かれていましたので、この手紙は、直接新郎新婦に渡したいと思います。と焦った様子。司会者が新郎新婦に手紙を渡す時も、妙に神妙な顔をしてるなと思ったが、手紙を見た新郎新婦が真剣な目つきに変わったと思ったら涼なとも涙。店の常連組は差出人が同僚男だったので、なんかまずいことが起きたと分かったんだけど、他の参加者は、手紙に感動して泣いていると思ったのが幸いだった。なんとか式もお開きになり、常連組が新郎新婦のところに行って話を聞くと、同僚男は新婦のことを好きで、同じ趣味を持つことで付き合いたいと思ってたこと。店主に彼女を取られて自暴自棄になり、2チャンネルでむちゃくちゃ暴言を吐いたこと。スレで相当叩かれたこと。なんとか自分の気持ちを落ち着けていたが、数ヶ月後に、店主はそれを知らず、慣れ染めすれに書き込んでおり、それを発見してしまい、自分が抑えきれなくなったこと。店主のことは尊敬してるし、恨むつもりはないけど、幸せそうな二人を見るのは耐えられないということで、
結婚式を率先して計画して、それを見届けることなく、みんなの前から姿を消す。要約すると、こんな感じのことが書いてありました。ちなみに、手紙には、常連の皆さんにも、この手紙を見せてくださいと書いてあった。アパートを引き払うのも、会社を辞めるのも、すべて計画しており、翌日勤めていた会社にも、病院の診断書とね自己都合退職届も一時指定で送られてきたらしい。会社でも、新婦と顔を合わせ続けなければならないし、趣味の集いでも、二人の姿を見せつけられる。それに耐えれなくなったんだろうね。常連組以外の出席者は全く不幸ではないけれど、式の用意の相談の時、店での談笑の時、いつもと変わらず笑い話をしていた同僚男のことを考えると、ことの内容を知っている新郎新婦と私たちにとっては、後味が悪い結婚式になってしまいました。